ソリーの聖母は、イタリアのルネサンス期の巨匠、ラファエロ・サンティが1500年から1504年の間に描いた盤上の油彩画である。本作は、ベルリン絵画館に収蔵されている。イギリスの銀行家で、美術収集家のエドワード・ソリーが所有していたことから、ソリーの聖母と呼ばれている。ラファエロ初期の作品で、死であるペルジーノの影響を、はっきりと示している。 本作の二つのモチーフは、ラファエロによる後の聖母詩画で繰り返されることになる。ノートン・サイモン美術館の本を持つ聖母詩、コネスタビレの聖母、コロンナの聖母、ヒワの聖母のように、聖母マリアは本を読んでいる。ヒワの聖母のように、小さな鳥、五色ヒワは場面の一要素である。シカルキサイ、アルポット、ソシオロジー。 デリジョングレース、ラウトレッジ、P267、ISBN 9兆7811億3419万4506、HTTPS、アーカイブ、ORG、ディテールズ、ソーシャラジレリジョレ000 00スザク、サリーマドンナ、ホシー、グロリア、ウフィーツ、ギュンチエジトレ、 ISBN 9兆7888億903万 6765HTTPS コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス ID イコールオネサンオフ 8PSMC&Q イコール22サリーマドンナ 22& ピコグラムイコール PA420 ありがとうございます